こんにちは、ザッピーです。今日はジョンとポールの、作曲作業、共作ですね、それに関して、まあ日頃というかね、ずっと思ってることをちょっとつらつらとやりたいと、まあいつものことなんですけれども、まあ自分の感想文です。それでもよろしければお付き合いいただくということでお願いします。ポール・マッカートニーがですね、ずいぶん前にアルジャジーラっていう中東のテレビありますよね。あのテロの時に有名になったテレビ局なんですけれども、それのインタビューで答えていて、自分とジョン・レノンは共作をやって一回たりとも、まあ、作曲が失敗したことがない、まあ、つまり共作作業をやるんだけれども、まあ、曲が出来上がらないで終わった試しはなかったというふうに、まあ、発言していたことがあるんですね。まあ、今でもインタビュー残ってると思うんですけれども、驚いたんですよね。本当に驚いたんですよ。まあ、いくらね、2人とも才能があるといえども、2人集まってやった時に、あ、今日はうまくいかなかったなっていう日がいくらでもあると思ってたんですけれども、一回もなかったっていうんですね。でもですね、ポール・マッカートニーが、まあ、最近見つけたインタビューによるとですね、一回だけなかなか出来上がらなかったことがあるっていうふうに告白してたんですね。まあ、それが逆にとても面白くて、まあ、今回ちょっとやってみたいと思ったんですよ。こちらをご覧ください。はい、これはですね、ドライブ・マイ・カーの時の、まあ、ジョンとの作曲セッションをやって、まあ、なかなかうまくいかなかったということを、まあ、振り返ってるわけなんですね。一回読んでみます。ジョンと僕はドライなセッションを一度やったことがあるが、ゴールデンリングスという曲だったと。ウェイブリッジ、まあジョンの家のある場所ですけれども、そこのジョンの家に持ち込んだわけだが、You can buy me golden rings というところと、Give me all that kind of things というところで動かなくなったということらしいんですね。まあこれは今当然残ってないですからわからないんですけれども、で何度も何度も歌ってみてもそこから進まないと。愕然とするくらいひどかったと自分たちでもひどかったということですね。で、一つ問題なのは Can't Buy Me Love でもダイヤモンドリングを使っていたからだ。で、ゴールデンリングスでは、あ、これすいません D が2つになっちゃってますね。ゴールデンリングスでは新鮮さもなくてひらめかなかった。それでもうやめちゃって放り出してお茶の時間にしたっていうんですね。まあそれでどっか行ってたのかどうか知りませんが、戻ってきてロサンゼルスの女性の話を考え始めたと。まあそれで少し進み始まったということです。で、彼女は運転手を欲しがっていてということで、これはノルウェーの森のキャラクターを持ち出すやり方に似ている、物語になるわけだ、もっと簡単に話が進む、僕らはドライな時間を乗り越えて曲を作り上げたと。で、それはゴールデンリングスを捨てて Baby You Can Drive My Car に変えたから成功したんだということですね。まあこのストーリーを見るとですね、まあ今回というかこの、まあ、下りはですね、完全に歌詞で詰まったと。まあ曲も結果的には出てこなかったんでしょうけれども、歌詞が問題になって全部が止まったということだったんでしょうね。まあおそらく多くのビートルズファンは、彼らは曲はいくらでも作れるっていうふうに思いやすいんじゃないでしょうかね。まあ思うんじゃないでしょうかね。は僕は常にそう思ってますよ。まあ僕だけの間違いかもしれませんけれども、彼らはいくらでも曲なんてできると。で、むしろ曲ができていて後から詞をつけりゃいいんじゃないかっていうふうに、まあ思うわけなんですね。まあポール自身もその方がどっちかっていうと多いって言ってるんですけれども、この時は歌詞が詰まっちゃって、曲も進まないということだったわけですね。なのでどっちが先っていうんじゃなくて、その時の、まあ気分なのか、もしくはこう曲のねタイプなのか、詞が先にどうしても進まないとうまくいかないものもあったということなんでしょうね。やっぱりこの2人はですね、まずは曲も詞もどっちも才能があったわけですよね。だっていくら詰まったといえども、その場で解決しちゃうわけでしょ。こうやって瞬時にどん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 作ってっちゃうわけですよね。やっぱり2人ともですね、まあいい意味で気が短いですよね。とっとと仕上げないと気が済まないというか、あ、今日じゃあここまでやったから明日また違うのやろうとかねそういうのやんないですよね。今日は半分作った、明日はサビを作ろうとか、それ絶対やんないですよね
本当に気が短くて、やったらその場で全部終わらせると。まあそれはもちろん才能があるからできるんですけれども、これもいい意味で、すごいことだと思いますね。はい。で、それの延長線上にあるのが、一回作っちゃったのはもう蒸し返さないでレコーディングしちゃうんですよね。本当に作ったらば振り返らないんですよね。あ、いいのできた。はい、じゃあジョージとリンゴに聞かせてレコーディングしようって言ってやっちゃうわけですよね。それも瞬時でレコーディングしちゃうわけですけれども、まあ、そういうベルトコンベアみたいに、まあ、作ったら歌ってあげて教えてあげてレコーディングしてレコードになるという、本当なんて言うんですかね、生産ラインっていうんでしょうかね、そういう感じのやり方を感じますね。やっぱり一番ね、僕はねこの二人がすごいなと思うのは、まあ、本当奇跡的に相手のセンスを疑ってないわけですよね。嫌がってないっていうのかな。まあ具体的に言うと、ジョン・レノンがポール・マッカートニーが作る曲を、なんだそのダセーのとかね、そんなのやだよとか、まあ逆にポール・マッカートニーがジョン・レノンが作ってる、目の前で作ってる、歌ってるメロディーっていうんですか、作り出してるメロディーとか歌詞を、やだよそんなのとかね、そういうふうな、もう生理的に合わないっていうんですかね、毛嫌いするようなものがないんですよね。だから、まあ、多少はねやっぱりこう直し直しやるわけでしょうけれども、お互いにお互いのセンスがこう受け入れられてるわけなんですよね。ソロになってからなんて余計ですけれども、やっぱりジョン・レノンの感性とポールの感性ってやっぱり違うものは大きいですよね。まあでもビートルズの時だってそれはあるわけですよ、具体的に見るとね、感じるわけなんですけれども、でも2人がそれが一緒に共作をやると、まあ、違ってることがむしろかっこよくて、でその違いがドッキングするともう美学になっちゃうというかすごいことになっちゃうわけですよね。むしろあ、それを入れてもらったらかっこいいとお互いにそう思えたと言うんでしょうか、そこがすごいなと思いますね。まあそれでこのドライブマイカーなんですけれども、まあこういう物語的なね発想っていうのはポールの方がうまいような気もするんですけれども、でも確かにノルウェーの森のパターンとかガールなんかもそうですけれども、ジョン・レノンだってうまいですよね。まあもちろんジョン・レノンの方は後半になると、まあ、自分のテーマみたいなことをねよく作るようになって、まあ、こういう他者のねテーマっていうのはあんまり取り上げなくなるわけですけれども、まあ、両方ともうまいですよね。でポールに言わせると、ドライなセッションっていうのはこれしかなかったということなんですよね。あとはジョンとポールが集まれば必ずすぐに曲はできたということですね。まあ、ポールに言わせると3時間以上は持たなかったということですね。気が短いんで、せいぜい3時間、2、3時間やったらばそれ以上はやりたくないということだったんでしょうね。それでですね、ちょっともう一つ面白いことがあるんですけれども、じゃあこうやってできたものっていうのは、彼らはですね昔はテープレコーダーがなかったんですよね。でどうやって記憶してレコーディングまで進んだのかっていうことを、やはりポールが語ってることがありますのでご紹介したいと思います。これは結構ご存知の方が多いんじゃないかと思うんですけれども、作った曲の覚え方、作った曲を記憶しておくために何か思い出すようなことを書いておく必要があったと。しかしまともすぎることを書いていたらおそらく思い出せなかっただろうなと。まあ何かしら書くとしても、こうねつらつらこう詳しく書くんじゃなくて、ひらめいた一言二言を書いておくみたいなね、そんなことだったんでしょうかね。だって譜面が書けないので、メロディーを書くっていうのはなかなか簡単なことじゃないですよね。まあただですね、いつも家に帰って何か飲んだあたりで完全に忘れてしまったと、そういうことが多かったということですね。でまあジョンが覚えてればいいだろうっていうふうに思っていたわけですね、そういう時は。でもジョンも一杯飲んで二人とも忘れてたらどうなったかといえば、翌朝起き上がってその曲を歌ったりしてたっていうんですよ。忘れたはずのものがまた蘇ってきて歌ってたということらしいんですね。元気いっぱいの状態になって曲がそこにあると。面白いですよね。だからその前の日にはなんかおぼろげになっちゃってたんですけれども、一日したらばちゃんと覚えてるわけですね。でこれがポールがよく言ってたことなんですね。次の日になって覚えてる曲はいい曲だと。
ダメなものは忘れていったと。で、おそらく忘れていったものの中にもとんでもないいい曲も当然あるわけでしょうけれども、でもやっぱり覚えていたものはちゃんとね、磨きがかかるっていうことですよね。こういうふうにやって覚えてたということなんですけれども、極めて綱渡りですよね。それで、次なんですが、だから例えば 8 days a week のように歌詞ができたらば、それに乗せて曲を頭の中に入れ直すと、ね、曲がだあったわけですけれども、その上に今度歌詞でまた印象付けると。でセッションに行くまでにはジョンと僕はアコギでジョージとリンゴとジョージマーチン、それにエンジニアに聞かせてやれるようになると。誰もそれ以前には曲なんて知らないと。ジョンと僕だけ知っていて、スタジオで20分後には全員が理解できていたということですね。まあこれもすごいですけどね、まあ、聞かせてやって1回聞かせると20分後にはみんながもう知ってる状態になるとそれで今度は曲は忘れられない状態になるわけですね、完全にね。まあでもね、これもよくわかります。まあ、20分後には全員が理解するなんていうのは、まあパッと聞いてしまうとすごいなと思うんですけど、まあ逆にジョンとポールが作った曲ってみんな名曲なので、いい曲なので、メロディーも綺麗だし素晴らしいので、極端な話5分だって覚えられる。そのくらいすごいと思うんですよね。はい。だから20分後にはもちろんみんなが理解するでしょうけれども、多くの場合ですね、もう1回か2回歌ってくれたらば覚えちゃうわけですよ、ジョンとポールの曲っていうのはね。まあそういうふうにして曲が完成まで進んだっていうことなんですよね、きっとね。まあ、やっぱりすごい人たちだったですね。つくづくそう思うような情報でございました。失礼します。